はい、通勤の自由な時間へようこそ。さあ、今回はですね、ホットトイズからムービーマスターピースブラックパンサーがオリジナルスーツ版ですねが日本でも発表になりましたと、まあ予約開始ですね。さあ見ていくんですけど、価格が45,000円と、なんかもう安いっていうか、まあこんなもんなんだろうなって思う。物価も上がったるしね。でこんな感じと、かっこいいよね、やっぱり。ありあり。いや似てるんだよね、似てる。いやいいよ、そのまんまだもん、ブラックパンサーそのまんま。本当にティチャラだ、ティチャラ、ティチャラ王子で、本当に、はあ、かっこいいな、この。ちょっともうこれが限界か。でどこがどう変わったよみたいな。おー、まあ、結構まあね、前の比較はできないけど、持ってないから。いやかっこいいな。新しいスーツも嫌いじゃないんだけど、やっぱねオリジナルスーツの方がかっこよさが出てない？あのシビルウォーの時のね。全然ありだな。ブラックパンサーが好きな人はね。で、このシビルウォーの時のスーツを持ってないっていう方は、ぜひぜひ予約してもいいんじゃないでしょうかね。一応、この他は、まだ予約開始になってないね。まあ、あれはやっぱ当店限定なんかな。いや、どうなんだろう。あ、一応この2つも買えるっぽいな。ゾンビ版の、ね、あの、ホログラムっていうか、映像で出てきたあのスパイダーマンのファーフロムホームでね出てきたゾンビアイアンマンと、オービジョンが買える、ビジョンで、このあれもまだ買えると、アイアンマンのエンドゲームダメージバージョンね。でスパイダーマンも買えるし、おー、まだ在庫はあるみたいですね。まあ、気になる方はちょっと覗いてみてもいいんじゃないでしょうか。はい、といったところで今回はここまでですね。特に新しい予約の解禁もなってないから、こんな感じで情報は終わりたいと思います。では最後までご視聴ありがとうございました。この他にもホットトイズのフィギュア、それこそマーベルのフィギュアを紹介しているので、そちらも見ていただけたら嬉しいです。あと、ゲーム実況もしているので、そちらも見てください。ホットトイズはですね、今、あの、グリーンバック使って、まあ、自前のグリーンバック使って、ちょっと、エフェクトつけたりとかを、まあ、今、動画を上げているので、そちらも見ていただけたら嬉しいです。では、また次の動画で会いましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。